どうもオレンジです。今回なんですけど、シーズン23のランク秘宝や推理の道章がね、公開ということで、こちらね、内容、全部確認していきたいと思います。早速こちら、いやーかわいい、何これ、なんかね、ヘレナ・アダムス、すごくね、こうアリエル衣装ですかね、これ、かわいい海女、海の魔女っていう SSR 衣装が、こんな感じでと、ね、他にもね、アイコン枠がこんな感じ、これめっちゃいいじゃん、アイコン枠ね。めっちゃ推理の道限定なんでね、絶対にこれちょっと欲しいな。でアイコンがね、これなんかヘレナ、ちょっと義士っぽいような気もしますが、ヘレナね、これ杖が多分このなんか槍みたいな、グレイスの森みたいな感じなのかな。めっちゃ可愛い。で携帯品がね、貝殻みたいな感じで、こんな感じで衣装もありますね。うわー、そっか、海のシリーズか。ちょこちょこね、あの最新の SSR とかさ、あの海シリーズあると思うんだけど、なんかそれと同じストーリー性なのかな。かわいいというか、これ足気になるね。新眼ヘレナマス、ヘレナアダムスといったら、やっぱ太ももじゃ、あれ、ふくらはぎがね、他のキャラよりちょっとね、こうブデッとしてて、ちょっとそこがね、気になりますね、どんな感じか。で、さらにはね、こんな感じで、ホラガイがありますと。この携帯品でどんな感じのエフェクトなんだろうね。多分明日とかね、そろそろエフェクト出ると思うんですけど、ちょっとこれ気になりますね。かわいい。まあね、推理の道やる、欲しい人はね、シーズンの切り替わりがね、9月22日ということなんで、まあそれまでに、今のね、墓守の衣装を、まあ、ゲットして100個集めるか、まあちょっとね、墓守の衣装ゲット難しそうだったら、まあ次のね、新眼ちゃんをゲットするためにね、100個温存でお願いしますと。うん。毎年ね、毎年っていうか毎回言うように、ダイスは100個以上はね、消えてしまいますので、はい。もうそのままどっか行っちゃうので、100個以上貯めるっていうことはね、絶対ないようにね、お願いします。まあこれも初心者さん殺しだよね。うん。初心者の人はね、分かりづらいですよね、これ。なんでね、ぜひね、お気をつけください。そして、ランク秘宝、はい、こちらもね、まあ、9月22日から出るってことなんですけど、はい、このように3セットねありますね。でまずは見ていきますと、こちら幸運寺の UR、 すげえ、幸運寺 UR 携帯品がこんな感じですね。邪縁の箱、やば、これ絶対豪華でしょ。運寺か、俺なんか UR 魔女か血の女王かと思ったんですけど、まさかのね、運寺。いやーこれラッキーボーイ好きな方はね、絶対に欲しいね。めちゃくちゃなんかエフェクト変わるんじゃない、これ。なんだろう、箱が変わるのかな、携帯品だもんね。どんなエフェクトなんだろう、アイテムの仕様とかじゃないしさ。もしかしたらマップに散らばってる箱全部がこれに変わったりするんかな。ちょっとそこら辺どうなるかね、ちょっと気になりますね。でそして、はい、これ首はすごいね、これ。これちょっとすごいパンチあるね。これの名前が約束ってやつですかね。いやーこれまあエミールとね、エダちゃんすごいね。純愛だよ。うん。失礼だな、純愛だよっていうね、感じがしますので、まあちょっと愛のね、首は、ぜひね、SSR 携帯品。心理学者に関してもめちゃくちゃね、珍しいと思いますので、はい。欲しい方はね、絶対にゲットしたいですね。これ、ランク戦。1日3戦を目標で。で、さらにね、こちら、血の女王の SSR 携帯品。いやー、このね、3個になりますね。永遠の砂。あ、女王来るんだね、ここで。まあ、最近ね、ランクまで女王見なくなったから、ちょっとマルチとかではね、使いたいんですけど、どんな感じなんだろう、この砂。めっちゃ気になるね。鏡が砂になるんかな。ね、これちょっと気になるね。他のこれ、海シリーズとは特にランク飛行は関係ないのかな。うん。はい、なんで、こちらね、紹介した、セリの道衣装とランク飛行ね、欲しい方はね、ぜひね、これからスタンバイしていきましょう。多分、もうちょいで、エフェクト公開されると思うんで、はい。まあ、最新情報ね、また出たらね、動画にいたしますと。で、まあ、一応ですね、泥棒とね、何野人もね、弱体化がね、少しだけ入るみたいでした。うん。まあ、泥棒やばすぎたからね。よかったよ、逆に。よかったんだけど、多分、言うて強いかな。ちょっとね、基礎性能が、まあ、下がったってぐらいで、
まあそうね、ライト の, あの照明の時間とか下がったりはしてるんですけど、まあ多分強いのでね、はい。いや、これ多分ランクマン泥棒増えるんじゃないかな、もしかしたらね。はい、っていう感じですかね。で、まあそんな感じで試合ね、こちら見ていきますと、今回もね、インジャ戦ね、はい、さっきやったインジャ戦なんですけど、いや、どうっすかね、インジャランクマ。インジャランクマどう？まあね、一応レンジ君今こうやって使ってるけど、まあオフェンスの対策もね、簡単だからね、こんな感じで電極を合わせたら、こんな感じで強制的にね、スタンを止めることができるんで、はい。もうね、そう、オフェンスに対してもね、すっごい強いね。もう、オフェンス今慣れて棒立ちしてたね。うん。まあ、ランクマね、ちょっとね、まあ、まだ対策がしきれてないから、ちゃんと対策されて、ね、こう4パー組まれたら、まあ、きついのかな。うん。そうじゃなかったら、まあ、今んとこ強いイメージですけど、はい。初期感も強いからね。まあ、なんで、まあ、ちょっとこれから、次のシーズンで、まあ、血の女王が出てくるのがちょっと気になりますね。はい。まあ、あの、呪術師がね、減ったら、もしかしたら女王出てくるかもしんないね、これ。うん。まあ、なんでね、はい。まあ、骨董商と呪術師どっち使うのっていう感じにはなると思いますね、これからね。なんでね、ちょっと気になる人はね、まあ今からね、あるはね、ぜひね、練習してみてください。僕も今、サバイバーのランク戦終わったら、ちょっとあるはね、使おうかなって思っていますので、はい。さあ、少女ね、ここで、はい、これ入るんですよね。これね、通常攻撃が、の、攻撃のね、時間が延長されて、多分ね、延長前だったら今の多分当たってないと思うんだよな。前結構ね、ノーマルのね、攻撃使ってたんですけど、はい、まあこれ炭鉱者が嫌なことしてくる、はい、そんな時はもうこうやって近づいてバチンと、さあここ外してしましたが、おお強いね。基本的に人格は、まあ、上下か右下が安定なのかなっていうね。まあ上下すごい強いね、やっぱり。うん、じゃあやっぱチェイスね、こう読み合いとかも僕苦手なんで、はい、もうさっさとね、板割ってみたいな感じができるので、うん、すごい強かったですね。さあ、で、結構俺、後半、あの、ダウン放置したりしてるね。結構だるいと思うんだけど、サメは。後半はね、まあ、釣るのもいいんですけどね。まあ、ほんと4釣りしたかったら、割となんかダウン放置いいなと思って、残り回復機3台で、多分もうね、絶対開かなくなるんだよね、これ。変に釣って、立て直されて、1、2ゲーとかもちょっとあったんで、はい。まあ、確実にやるなら、まあ、結構、まあ、ダウン放置しちゃってますね、僕は。うん。まあ、確実に勝ちたいなら、まあ、釣るでもね、いいとは思うんですけど、はい。なんか、4釣りしたいなって、まあ、気分ですね。気分で今、やってますね。うん。ナイス。まあ、サバイバーもね、演疫ポイント上がるんで、まあ、サバイバーがね、諦めてくれるのが一番いいんですけど、いや、強いね、マジで。解読がね、すっごい遅いから、うん。もし、これ、他のハンターだったら、こんなんできないね、なかなか。監視者置いてとかじゃないときついんですけど、うん、もうね、オフェンスだしね、開くことはできないからね。まあもうダリーって投稿してくれるのはね、嬉しいんだけどね。はい、今回この試合はね、投稿、してくれませんでしたので、ここはまあ付き合ってやるって感じですかね。基本的には、まあ、まあ僕ジュジュ版じゃなくてもいいかもしれないな。どうだろう、医師となんかね嫌なやつ版でもいいかもしれないね。医師は強いですね、いたら。うん、医師いっちゃうと結構きつかったですね。うん、なんでまあ医師ジュジュか、まあ医師と、まあ、お好みでみたいな感じですかね。はい、さあここで起き上がっていきますが、いや、この移動がほんと強いわ、マジで。でこれね、あの、当てるコツなんですけど、これさ、そう、あの、炭鉱者みたいにどこにね、落ちるかとか出てこないんだけど、なんかこれね、あの、頭、うん、アルバの頭を標準に合わせると、エイムがね、安定するということなんで、はい、これね、おすすめです。うん、はい、ここで投稿してくれました GG、またね、最新情報など出していきたいと思いますので、気になる方は気軽にチャンネル登録やいいねボタンポチッと押してもらえると嬉しいです。 SNS やね、ライブ配信なんかもやっているので、気軽に遊びに来てください。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れんじ。